どうも皆さんこんばんは。 Welcome to my game channel is Cobra が Steam パックより使用しやすい有能なヒーリングサルベについて紹介いたします。こちらは血液パックを作成するのに時間がかかります。なぜヒーリングサルベの方が有能かというと、すすの花やブラッドリーフが序盤から取れるというところです。私が今回紹介した動画について、すすの花の高速周回ロケーションとしてボルト76を上げさせていただきました。こちらは約40個入手可能となります。パークを装備して約40個となります。パーク未装備時は20個ぐらいです。今回紹介するブラッドリーフはデイジーキュア作成時に必要な素材となります。私の動画で紹介したブラッドリーフ高速周回については比較的やりやすいロケーションとなります。監督官のキャンプからボルテック農業までの距離で約50個以上のブラッドリーフが入手可能となります。こちらはパーク装備時で50個以上となります。こちらのヒーリングサルベの方が比較的作成しやすく、スチームパックよりも有能で、序盤から素材が取れるため回復薬が有能なので今回紹介させていただきました。皆様お疲れ様でした。